はじめに髪を軽く束ね、頭皮から5センチほど離したところで握ります。ステップ1、左手で握っている髪をかんざしに1回、少しきつめに巻きつけます。ステップ2、巻きつけた左手を髪に添えたまま、かんざしを時計回りに360度回転させます。ステップ3、水平に持っているかんざしを左右に軽く数回ゆすりながら、上へ上へと持っていきます。ステップ4、かんざしの先端を11時の方向に持っていき、倒して差し込みます。髪の長い方ですと、毛先が出てしまっていることがあります。その場合は、お団子の内側に毛先を収納するときれいになります。これで夜会巻きの完成です。